では鳴川選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。タフなゲームを勝ち切りました。まず今日の試合どのように振り返られますか。まあ最後上福さんがみんなで締めるときに言ったんですけど、まあ90分で、負けるよりも120分勝つ方が全然次のゲームに向かってもメンタル的にも全然違うと思うんで、今日の勝利はでかかったと思ってます。ちょっとゴール前の前のところから聞きたいんですけど、まず後半41分、おそらくこう守備のところをこう任されて入ったのかなと思うんですけど、まあ、フォワードの位置に入られました、はい、どういう指示があって入られたんでしょうか。まあ、もう全体的に足が止まってたので、とにかく自分が一番フレッシュなのでとにかくアクションを起こすこと、攻守においてとにかくアクションを起こすようにということを言われて、前面のポジションに置かれました。あんな高い位置の鳴川選手初めて 見たんですけど。そうですね、まあ、サッカーはまあまあ長くやってますけど初めてです。全然でも戸惑いなくてできました。いやもう何やっていいか正直分かんないけど、けどまあ求められてることははっきりしてたので、持ってる力を全て発揮できたかなと思ってます。延長に入って点が欲しいというそういう流れの中でトップの位置だったじゃないですか、はい、これまたプレー全然こう意識とかいろいろ考えることがそれまで失点するまでと違ったのかなと思うんですけど。いやまあ正直90分のゲーム締めたい中であのような失点をしての延長だったので、まあメンタル的にはだいぶタフな状態でしたけど、まあだからこそ自分がとにかくアクションを起こすっていうことを、別にゴールを狙ってるっていうよりもとにかくチームを助けるプレーがしたいなと思って常に、プレーをしました。とにかく前からボールを追ってましたね。そうですね、まあとにかく自分がアグレッシブにやることが大事だと思いますので。ゴールシーンなんですけども、はい、コーナーキックこぼれてきたところでした。ちょっと振り返ってもらえますか。いやもうこぼれ球トラップした瞬間も打つことしか考えてなくて、まあ、別に 狙い通りのシュートだったとなんて全く言わないですけど、まあここ数年、個人的にもクラブとしても、苦しい状態が続いた中で、まあ、常に前向きにプレーをしてきたつもりだったので、それがたまたまああいうふうにプレゼントという形でゴールになったかなと思ってます。いやでも見ていてあの一発はちょっとこう鳥肌が立つぐらい気持ちよく決まったシュートに見えたんですけど。そうですね、けどまあとにかく自分がプレーするときはこれでサッカー人生終わっても後悔しないようにっていうようなテンションでいつもプレーしているので、まあそういったプレー別にゴールじゃなくても違うプレーでも、見てる人に何かしら、感じ取れるようなプレーを常に心掛けているので、まあ、たまたま今日はそれがゴールという形になったので良かったと思ってます。さっきスタッフの方とも話していたんですけど、2年ぐらい前山口戦でもミドルシュートすごいの決められてますよね。そうですね、まあたまたまのシュートは、まあ、シュート練も全然してないんですけど、けどまあとにかくタフに常にプレーできるようにその体のコンディションの準備というか、体作りっていうのは本当誰よりもやってるつもりなので、まあたまたまうまく体を動いたという感じですかね今日は。大きな仕事をされて、まあ、J1 チームを倒してこれで準々決勝進出ということになりました。これに関してはいかがでしょうか。まあこういうコロナとかで、試合が伸びたりとか、まあこれはうちに限らずどのチームもそうだと思うんで、まあこういうゲームをした次どう戦うかが大事だと思うし、まあそれがこのクラブのずっと抱えてる課題だと思っているので、まあ今日のこのスタジアム出るまでにしっかりそれまでは喜んで、スタジアム出てからも次のことをしっかり集中して準備したいと思ってます。私たちはつい次京都も勝ってその先もみたいにここまで来たら思っちゃうんですけれども、まだそれ少し早いですか。そうですね、京都はもうスタッフだったり選手だったり結構知り合いも多いので、まあそういった面では楽しみですけど、まあとにかく次の試合出たらしっかりプレーするということしか心がけてないので、まあ、京都は結構まだ先の試合だと思うんで、とにかく次の試合に集中したいと思ってます。本当に今日はおめでとうございます。